アメリカ合衆国テキサス州フォートワースフォートワースはアメリカ合衆国テキサス州北部タラント郡にある都市、同郡の郡庁所在地であり、州内ではオースティンに次いで5番目に人口が多い。フォートワースはダラス及びアーリントンとダラスフォートワース都市圏を形成している。空の玄関口であるダラスフォートワース国際空港があり、林空型工業が発展している。第35代。 アメリカ合衆国大統領ジョン・カイ・ケネディが暗殺される前に最後となる演説を行った都市である。ホートワースはトリニティ川の西部分岐点上のダラスの西約5 0トルに位置している。アメリカ合衆国統計局によると、この都市は総面積774.1平方キロメートルである。このうち757.7平方キロメートルが 陸地で16.4平方キロメートルが水地域である。総面積の2.12%が水地域となっている。欠片の気候区分では温暖湿潤気候に属する。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口53万4694人、19万5078世帯、及び12万7581家族が暮らしている。 人口密度は705.7平方キロメートルである。278.5平方キロメートルの平均的な密度に21万1035件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人59.69%、アフリカン・アメリカン20.26%、先住民0.59%、アジア2.64%、 太平洋諸島系0.06%、その他の人種14.05%及び今月、根結2.72%である。人口の29.81%はヒスパニック、またはラテン系である。この都市内の住民は28.3%が18歳未満の未成年、18歳、以上24歳以下が11.3%、25歳。 以上44歳以下が32.7%、45歳以上64歳以下が18.2%及び65歳以上が9.6%にわたっている。中央値年齢は31歳である。女性100人ごとに対して男性は97.3人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は94.5人である。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は37,074ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は42,939ベイドルである。男性は31,663ベイドルに対して、女性は25,917ベイドルの平均的な収入がある。この都市の一人あたりの収入は18,800ベイドルである。人口の15.9%及び、 家族の12.7%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の21.4%及び65歳以上の11.7%は貧困線以下の生活を送っている。油田の発見によって石油生成工場や石油施設機械を製造する工場が相次いで建てられた。また戦後は航空機産業が発展し、 ロッキード社の主力工場があるほか、世界最大の航空会社である、アメリカン航空の本社がある。近年は、ダラスやその近郊都市と同様に、エレクトロニクス産業も発展しており、これらの業種が産業の三本柱となっている。フォートワース駅、フォートワース駅は、ジョーンズストリート1001にある。アムトラックのシカゴとサンアントニオ間を結ぶ。 夜行長距離列車テキサスイーグル号が1日1往復が停車し、オクラホマ式とフォートワース間を結ぶ、中高中距離列車、ハートランドフライヤー号の南の終着駅であり、北行き、南行きとも1日1便ずつ停車する。この列車は、フォートワース駅でテキサスイーグル号に連絡するダイヤを組んでいる。また、当駅には、ダラスとフォートワース間を結ぶ通勤鉄道の、 トリニティレールエクスプレスも乗り入れている。フォートアースはシスターシティーズインターナショナルインクによって指定された8の姉妹都市を有している。全米国際姉妹都市協会加盟都市。公式観光。ありがとうございます。